今回はですね、この隣に見えてる鉄格子をこの電動工具を使って撤去していってるとこなんですね。この半分ちょっとはね、今日1日で終わったんですが、まだこっちの部分が残ってまして、これ結構ね、一人で撤去するのはめっちゃ大変でね。ここに残骸がありますけど、これ何気にねめっちゃ重たいんですよ。でこいつをね、手で支えながらですよ、こんなこのクソ重たい、このクソ重たいね整備槽でこう切っていくんですけどね、めちゃめちゃ大変なんですよ。だから時間がすごいかかる。もう一人だからね、人がいたらね結構はかどるんですけど、まあ大変でね。整備槽が入らないところはこのディスクグラインダーで、切断砥石を使って切っていくんですけどもね、これはこれでね、火花がめっちゃ飛び散るんですよ。だから結構ね熱い。でなんでここはね、他のね2箇所と同じようにペンキを塗り直さないかっていうと、もうシンプルにめんどくさいからです。もう錆落としと錆止め、そして上塗り、もういや、もうやりたくない。もうやってみたら分かります。だからね、もう切り落としてしまえと思ってトライしてるんですけど、それはそれでもうめっちゃ困難。まあ、切るのは簡単なんですよ。問題はこれがこう落っこちてくるんで、それをうまくコントロールしながら切るのが難しい。ほんとね、これ窓はめて帰んないとちょっと防犯上まずいですね。台風前にね、不意に落ちてて割れちゃったこのガラスも直してもらいました。微妙にね、ちょっとガラスがちょっと違うんだけど、まあ大体似てるからいいか。進行具合はね、本当にもう亀みたいにちょっとずつですけども、でもね確実に少しずつ進んでいってるんで、皆さん引き続きこれからも応援よろしくお願いします。なんだったらお手伝い来てください。ではまた。